600回目訪問ありがとう。見えないね、見えない、見えないわ。なんかね、天使で可愛くて素敵の素敵の敵がなんかすごい気持ち、なんかね、三角形が刺さってるみたいなバグ。こんばんは。昨日の可愛さみんなバグってた。もうね、その話はねない。振り返りたくもないね。ダメージがでかすぎる。いや本当に、昨日ね膝擦ったかなって思ったけど意外と大丈夫だった。すごい痛かったけど。そうで、もうダメージでかすぎ。あれにこけたっていうか、こける演技をしたらうますぎた。そう、演技派すぎた。なあ、なぎちゃんがチョコもらえてよかった。本当に嬉しかった。そう、演技派すぎた。女優、女優です。あってだからこの話しちゃダメなんだってば。ありがとうございました、見てくださって。アンナちゃんの点数どう思った？え、どうも思わない。何も思わない。っていうか、アンナの点数の方が高いのは当たり前だと思っている。だってユナが真面目にやったって無理だよ。変だもん、ユウ。ユウ変な人だから、いつも。それがね、気まずい、気まずいというか、やりたくない。全然可愛くないし。全然可愛くない。真面目にやったとしても変だし、誰って感じだから。ユーナの良さなんて出てないし、それは当たり前なの。そう、
前髪増えました。増えましたかね。昨日途中から見たらポケの出番終わったあれアーカイブで見れるのかな。可愛かったって言ってくれるのは KMT だけ。まあそれでいいんですけどね。今日さ、あの配信しなきゃと思ってさ、リビングからさ部屋に来る時も、あブスだ今日スピンね、お仕事あってスピンなんですけど、本当にね、あのメイクしてなんぼなんだよね。なんかさ、あのさ原あゆみちゃんがさチョコ渡すときにさ、あのあゆみちゃんが日向さんのことを推してるのはもうみんなが知ってるからさ、2番目の女ってなったじゃんそしたらさ、なんかコメント欄がさ2番目の女といえば2番目の女わら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 みたいな見えてる見えてるよってそう、行くしかないって思ったけど2番目でもないっていうね。そう、ポキだらけだったよね。2番目の女といえばみたいなさ。めっちゃおもろかった。ありがとうKMT って思いながら、あみあみかわいい、ありがとう。長くなったよ、網やみがすごく。
ょろん。お出かけしません。オッケー。よし。オッケー、オッケー、オッケー。タダタダダダダダ。今日帽子かぶってたからここが潰れてんだね。ゆなちゃん帽子かぶるよ。すっぴんの時とか、ヘア、髪の毛全然何にもしてない時とか、めっちゃ帽子かぶる。帽子マスク。顔バレ防止っていうか、顔バレするほどあれじゃないんだけど。あの、ブッサイクだからブッサイクだからです。あ、そうそう、私キャップの方が多いかも。あ、ポキちゃんって言われたことない。いや、そういうこと？帽子ってそういうことね。そういうわけじゃん。なんかね、あのね、たまに、あ、知ってる人ってなるときはあるけど、どこかで。あれ、知ってる人だってなるときある。こっちが逆に気づくときもあるし。いや、出てくるよ。名前出てくるし、知ってる人だし、劇場で見るなとかあるよ。全然100回目の訪問ありがとう。MT 見かけたことある。あるよ。っていうか多分どっちもあってなってる。でそういう時に真っ先に確認するのは自分がすっぴんであるかメイク しているかどっちかな、どっちなのだろうかって。さっきロフトにいたよねって言われたことある。めっちゃおもろしい。おもろしい
めっちゃおもろしい。面白いとおもろいが混ざった。ミスミス。すっぴんだとやっぱり気にする。気にするね。顔見ないでって思う。最近言い間違い多くね。このせいだって、このせい、これのせい。痛い。みなのども思い出す。みなのどもはさ、本当にずっとそう思ってたから。全然治んない。あ、ベレー帽とベレー帽とキャップ持ってくるね。それで今日は可愛くすっぴんだけど、ああ、見て、ベレー帽、ほら、あれだね、やっぱ三つ編みはベレー帽に似合うってか。合うね、この相性が。やっぱり、うんうん、いいね。じゃあおしゃべり会だね。おしゃべり会でまた被る。これは優が優のいつもの調子。いつもの調子です。スポーティー。おしゃれ。イエイイエイ。私はね、圧倒的にキャップの方が似合うって思ってたんだよ。ニット帽のイメージはない。だって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 あれじゃない、あのさ、あのスノーボードの生写真、あれはニット帽。こうだよ。
そうだ、あのさ、ラーメン部のさ、イベントって当日券あるのかな。みんな来てくれるかな、ラーメン部のイベント。違う、あのラーメン部のイベント、みんな来てほしい、みんなに来てほしい。だから、え、ラーメン部のイベント申し込みもう終わっちゃったのっていう人とかいないかなって思って聞いてみた。来てほしい、来てほしい、みんな来てほしい。平日ね、いや、そんな、なんか、あの、来てほしい来てほしいって言ってるけどさ、あの、そんなあれだよ、なんかあるわけとじゃないんだけど、リリのがいる6人ラーメン部は最後じゃないって思うし、まあラーメン部っておもろいじゃん。なんかこう、通常公演とはまた違った良さを皆さん楽しんでほしいなって思う。おもろしいかなーって。だから、なんかラーメン部に推し一番目の女がいない方とかもぜひとも、というか、いっぱい人来てほしいんだよ。だってさ、6人だよ。それに1年越しのさ、招集会議じゃないか。あ、当たった方はありがとうございます。あの、18日の夜にちゃんと当選祈願じゃない、業績祈願をしますので、来てくださいね。今気づいたら3日連続で会えるじゃないか。そうなの、私3日連続5公演。そんなにラーメン食べてない、食べてなくてもいいやないの、ダメなの。そんなスパンではなかなか。そうだよね、でも一番目の女、マッシーさんのとね。ってことは、敵チーム？新潟まで3時間かかる。そうだよね。遠い方もいらっしゃる。18も行けない。あれでしょ？それこそ皆さんの一番目の推しの方のイベントがあるんじゃないの？知ってる。全然、それはもう行ってきてって感じ。ほら、もう行きなさいっていう感じ。気にするな、こっちなんか。
こっちのことなんか気にするな。家でカップラーメン食べます。それもいいね。私たちの緊急招集会議を見ながら。ラーメン部、そうね、今日ラーメン部、今回の3人で最後のロケ見てください。平日か、なんで平日だったのか。17、18ありがとうございます。お待ちしております。そうじゃん、ラーメンワンダーランドでカップラーメン。みんなお友達とか連れてきてよ、連れてきてよ、連れてきてよ、てててて、来てよ。占いの日も、そうなんです、決まりました、ありがとうございます。皆さん感動しました、あの占い番組のなんていうの、サムネっていうか、ポキの顔が乗ってる。2月の20日です。そうそうそう、もうなんか私すごい、いろんなとこ行ってる。公園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 、占い嬉しい。申し込みしてるの少ないのかね。え、わかんない、もしかしたらさ、わかんない、 いらっしゃるかもしれないけど、ちょっとわかりません。このラーメン部の席の状況はちょっとよくわからんのよね。ありがとう、58分。それでは壇上を読みたいと思います。口だ、いただだだだ。13位アベベポキさん、ありがとうございます。12位マコイモさん、ありがとうございます。11位ヒロイチさん、ありがとうございます。10位片山さん、ありがとうございます。9位キットモエラインポキポキ木曜日おもろしさんさん、ありがとうございます。8位カオルコさん、ありがとうございます。7位ビールバラさん、ありがとうございます。6位トシさん、ありがとうございます。5位カジュボンさん、ありがとうございます。4位ブッチャさん、ありがとうございます。3位ハヤトさん、ありがとうございます。2位トマオさん、ありがとうございます。1位タカタンさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。ポキ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 木曜日。お疲れ。バイバイ。おやすみ。ごきげんよう。どんな出会いがあるの？今は誰？あ、知らない。バイバイ。